ホンスキーズブックのコーナーです。このコーナーは Facebook でのイベントみんなで1万冊読めるかなに投稿されたレビューで、私が読んでみたいと思ったレビューをご紹介しております。まずは1冊目、浅沼みき子さん、黒井健さんが書かれた花水木の道、金の星社から出ています。ラジオネームヨンタくんが紹介してくれました。作者の浅沼みき子さんは2011年3月11日、岩手県陸前高田市で東日本大震災に遭い、25歳の長男を亡くされました。職務のために市民会館に向かった長男たけるさんはそのまま行方不明になりました。次にみき子さんがたけるさんに再会することができたのは、10日後の遺体安置所でのことでした。突然奪われた最愛の長男の命。後悔と悲しみに不眠の夜を数え、息子の幻を見たみき子さんは、この思いを一冊の絵本にするべく奔走します。描き手が黒井健さんに決まり、文章は紆余曲折を経て悪夢の日々から2年、花水木の道が一冊の絵本になりました。あれから9年、鎮魂と再生は進んでいるのでしょうか。教訓は生かされているのでしょうか。昨今のコロナウイルス絡みの買い占め騒ぎを見る限り、学びがあったとは思えないのは私一人だけでしょうか、というレビューをいただきました。この絵本はですね、2013年5月に発行されています。震災の教訓を後世に伝えるために作成された絵本です。絵本作家の黒井健さんの素晴らしいイラスト、多くの人にこの思いを伝え続けれたらというこの思いでね、作られたんですね。で、絵本の前半はですね、浅沼さんが小さかった頃のたけるさんとの思い出を文章にしています。中盤で津波の絵があり、後半はたけるさんがお母さんに語りかける内容となっています。著者の浅沼さんは絵本作家ではありません。岩手県陸前高田市の観光協会に勤める方です。2011年3月11日、震災による津波で当時25歳だった息子のたけるさんを亡くされます。消防団員だったたけるさんは震災直後、高校生らを避難場所の市民会館へ誘導していました。浅沼さんはこの姿を目撃しています。人々を守ろうとする息子の姿に誇りと頼もしさを感じ、その場を離れ、自身も自宅へ避難しました。しかし、それが息子を見る最後の機会となります。津波の巨大さは人々の想像をはるかに超え、避難場所の市民会館ごと押し流してしまったのです。息子を失った浅沼さんは、悲しみのあまり眠れない夜が続き、呼吸困難に陥ることもあったそうです。そんな浅沼さんは、花水木の道の会を立ち上げ、多くの賛同者と共に、海から高台へ続く避難道の道沿いに花水木を植える活動を始めました。もう誰も悲しまないように。悲しみや辛さから目を背けるのではなく、それらを受け止めた上で自分のやるべきこと、できることをどんなに小さなことからでも始める。それが本当の前向きな態度であり、生き直す強さ。そんな風に思います。花水木の花言葉は、私の思いを受けてください。この浅沼さんはですね、この花水木の会を立ち上げるんですが、まあ、この花水木の会っていうのは、まあ、先ほどもちょっと説明したように、その陸前高田市の海側から山側に伸びるシンボルロードに、避難路のね、まあ、目印として花水木を植樹することを目的としてね、立ち上げられたんですね。で、花水木のこの木のね、道をたどって避難をすれば迷わずに高台へたどり着く。二度と、まあ、あのような悲しみや苦しみが繰り返されることのないように、震災の教訓を長く語り継いでいこうっていうのがこのね、会の目的なんですね。
で、令和元年11月23日に花水木の苗木をこのシンボルロードの南側から21箇所のマスに無事植樹されたそうです。昨年の、春にはモニュメントを混流して植樹マスには支柱だけが用意されてあったんですね。で、花水木の苗木っていうのはこの寒くなる時が植樹のいい時期だそうで、まあ、そこを待ってですね、地元の中学生の生徒さん方と、まあ、それと全国からの有志の、方々と、マスに収めることができたっていうふうにね、まあ、報告も書いてありました。まあ、今回のを会の新たなスタートとしてさらに邁進していきたいというふうに、書いてあります。まあ、ウェブサイトもありますし、Facebook でもね、この、ページがあるんですよ。で、まあ、地震やね、台風などの自然災害っていうのは、まあ、今や全国各地で起きています。地震がないと言われていた北海道でさえもね、地震が起きてしまいました。で、私の住むね、まあ、大阪府の吹田市なんですけども、2年前に北大阪地震で同じ年にね、まあ、結構大型の台風が来たんですよね。で、2年経った今も、まだ屋根や壁にブルーシートがかけられている家屋っていうのが、まあ、少なからずあります。で、まあまあ、遡ること、まあもう25年になりますかね。阪神、淡路大震災があり、まあ9年前には東日本大震災がありました。まあこういった大きな災害を風化させずに教訓化することっていうのは一体どういうことなのかなって、まあ私自身も考えたんですけど、まあ一つはこの絵本を知ってもらう、読んでもらう、広めていくことっていうのも、まあその一つじゃないかなと思います。本が好きな私にできることっていうのは、まあそういった関連のね、まあ災害の、まあブックなんかもね、いろいろ出ています。そういうのをことあるごとに紹介していくってことが、ひょっとしたら私ができることかもしれないと思いました。